もワンゲームの達でございます。ガット石神でございます。 JKT でございます。新潟のちょうどライブ初日が終わったところなんですけれども、もうとりあえず初日は良かったね、大成功。あの現地に来てくれた方ありがとうございます。で、無事初日が終わってですね、僕らもとてもいい思いをしたんですけれども、青森締め切りが近づいてございます。なので、動画の冒頭とか多分これ単独で出るかもしれないけれど、またお知らせの動画となっております。で、あと2020年以降の応募ももう始まってますので、こちらもお忘れなくということでね。楽しかったね。めちゃくちゃ盛り上がりました。しかも新潟あったかかったな、そのなんか 人的にね、はい。で、そして俺らボートうまい。完璧に近い。今この時間多分流れてる時間いつか分かんないけど、僕ら次山形なんですよね。で、山形も勝ちましょう。はい。で、締め切りが近づいてる青森ね、はい、も頑張りますんで、ぜひお近くの方はよろしくお願いします。さよなら。普通のオープニングっぽくしてみて、そのまま。おはようございます。無理でしょ。オープニング、オープニング始まってますよ。何飲んでんの、何飲んでんの。アリナミン V&V。 待った、お前。ちゃんと撮りましょう、オープニング。ちょっと今朝からトラブル尽くしじゃないですか、正直。どんなトラブルあった。まず J さんが寝坊してこないとか。おい。はい、ということでおはようございます。ワンゲーム TV のガット石神です。はい、本日ですね、一緒に来てくれ屋の収録ということで、こちらメガコンコルド、1020トヨタインターセンさんにでお邪魔させていただいております。これ今回第30話ということで、まあ、前回ね20話の時に、しっかりお米貯めて今日で終わらせますなんて言ってね、まあ、苦い経験をしたんですよ。だからもうなんか今日一日楽しかったらいいなと思ってます。で、本日選んだ題がですね、抽選117番で、番長3ですかね。はい。なんかちょっと調子出ないですね。V&V して。V&V。今日ほら2200枚勝てるかもしれない。あ、確かに。前回負けましたからね。練習したの？じゃあこれエンディングとして、はい、班長、今日の趣旨お願いします。はい、本日の趣旨いきたいと思います。投資がですね、100枚。で、回収が2300枚なので、あれ収支がプラスの2200枚でございます。いや大勝利。 V&V! あ、いい、見えた、うん、V 入ってきましたね。これは今日伝説の幕開けですね。お米貯めてね、ちょっとでも終わりに近づけれたなと思います。行きましょう。はい、はい、やってきました。一生一緒に来てくれや。1枚目から行きましょう。ゆきち全開。まあ一番最初の対決ですよね。注目すべきところは一発目の対決は設定変更時ないしリセット時には夢が見れるような感じになってると思うので、 10% で8角で、そのうちの半分が 80% ループ。まあそれ以外はもう基本的にもベルを引くっていうゲーム性なんで、どこでもベルさえ引けてればもう全然問題ないっていう台なんで、ちょっと対決で連敗が続いたりしたら、はいはい、秘策を出していきたいと思ってるから、まあ、なんかちょっと俺らはその番長3との向き合い方が間違ってたんかなって。だとしたら俺も多分結構早い段階で多分向き合い間違えてますからね。間違えてた。今累計のベルの回数何回？17です。やっぱ100ゲームで17やから、まあ、なんて言ったってまだ 2プッシュしかしてないですからね。これジャグラーとかだったら俺6って言い張りますね。これ6、6、これ6、これが、じゃあ勝ちのエンディング取っときましょうか。もう朝一さ、川辺の上で番長船に乗って出てたの分かる？あ、分かります分かります。あれ気づかなかった。ちょっとまたそういうのあるんですか？気づかない。全然気づかない。俺前言ってなかった？え、なんですか？みたいな清水面やって、あの川清水面、はい、まあ、静かでいいの勝ちやすいほど高設定の期待度高い。お前多分普段売ってた番長あるやん、
あんまりは出ない番長。はい。あれ結構波打ってる。あ、波でわかるんですか、そこの。江戸川みたいになってる。G パワー出しちゃいます。どっかで出さなあかんな。この CB のことを GB って呼ばせなあかん。ゲームボーイみたいな。そこはジェネラルバトルじゃないか。いや、今日聖夜も持ち出さないですよ、そんな。これ止まっちゃうかもしれない。いや、それ止まったらビビるで、マジで。さあ、ベル50回いきましたね。上310ゲームなんで、ちょっと引けすぎてる感はある。割れてないので、さっきのチェリーかな。さあ、最初のバトルになりました。まあまあ、そうなりますよね。これ弱対決ですよね、大相撲は。いや、ここで惜しいのはベルなんだよな。はいはい。初っ端あそこまで引っ張られての対決だけど、やっぱこうもあっさり終わってしまうもんなんですね。まあ、その半分はね、もう行ってるって考えたら、あの中2台が無発当たり2回目やねんな今日。まあ待ってくださいよ、そのやっぱスタートがちょっと遅れてるだけであってね。もう何だって僕これ言いますけど、戦隊ものとかもそうじゃないですか、ヒーローは遅れてやってくるんですよ。この台がヒーローである限り遅れてやってきますから。お前の場合2日後ぐらいに来るもんな。2日後は言い過ぎでしょ、さすがに。カメラマンはこの収録中に来てくれって思うんだけど。でしょうね、凛之助にも言われましたよ。いや、最近さ、じゃガット君さ、5万ぐらい勝ったのっていつだったか覚えてるって言われて、あ、ちょっと収支を見るわって見たら4月でしたね。で、4月から計算したら今48万ぐらいショート負けてるんですよ。そりゃ収録何も大きいわけよと思いましたね。お金の追加をお願いします。あ、もうないんですね。いや、10回押したか、追加投資です。まあ1万円の443ってことは回ってますよね、やっぱ。まあでも本当にベル今日引くな。こんだけ引くんだったら多分いろいろ引いちゃいそうだな。はい、チャッピー、割れたんでベルですね。まあ、じゃあベル点ですね、おそらく。さあ、大相撲以外で言いたかったけど、まあまあ弱対決ですよね。ここでベルを引いて特訓 OK。 さあ、これ特訓の抽選受けれてるので、今のあのカットインの方が熱いからな。あ、こっち出た方が、あのチラシじゃなかったや。あ、そうですね。班長、はいはい、ファン対応大丈夫ですか？ OK です。じゃあ一旦行きましょう。班長さ、はい、いただきジャーニーってさ、ジャーニーってさ、何？ジャーニーってなんか旅とかでしたっけ？日本語でジャーニーって旅ですよね。旅ですよね。はい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 。修学ってどういう感じか。まあ、納めて学ぶですよね。学部を納める。はい。さて、じゃあ今日の第一問題です。はい。今ファン対応された方、どっから来られましたか？山形でしたね。山形県。さて問題です。今年の夏の高校野球、山形代表の高校の名前は。わからんって、わからんわからん。じゃあ一旦これ行きましょう。山形っぽい、さくらんぼチェリー学園みたいな。惜しい惜しい。鶴岡東高校に。全然惜しくない。あ、俺甲子園ほんと見てなかったな今年。驚くほど興味持ってなかったですね、甲子園。俺、おお、あつや4ゲームや。あ、ほんとだ、4ゲームいってる。ラスト、ありがとうございます。さすが山形県のさくらんぼチェリー学園、ありがとうございます。さあ、567ゲームです、ね、怒られるの、鶴岡の皆さんに。鶴岡、ごめんなさい、鶴岡存じてなかったわ。今でも学部を収めたやろ。山形の代表は鶴岡東高校なんだ。どうだった？大は修学旅行行きましたね。ほら、
さあ、投資1万4567ゲーム、いっただきジャーニーです。お、しかも高校エンスタートですよ。さあ出発。いや、このジャーニーを足がかりにちょっとここでバチコンと出玉出しておきたいですね。15までで頑張って15、あと8ゲームで15まで行くでしょ、それは。あと1回、7ゲームであと1回いける、全然いける。さあチャッピー、あ、リップレー、バドミントン以外が良かった。頼む、ベリッサイ OK。 ダメだ、あかん、終わってしまうのか。ガラス割っちゃダメなんだって。さあ、いただきジャーニー91枚。まあ、しょっぱい。しょっぱいはしょっぱいっすね。さあ、追加投資。まあ、投資は進んでるけど、今のところ何かを悲観する理由はあまりない。まあ、そうですね。初歩いただきジャーニーでは終わってますけど、しっかりモードも別に深いところばっかじゃないですし、まあ、それだったらまだ打てるかなとは思ってますね。おい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 、俺ですか。ちょっとじゃあ横の方の絶頂対決ちょっとやっていきたいと思います。さあ、あたかも俺の代価のようにちょっと出ましたね、絶頂対決ってことで。ちょっとやってみましょうかね。何個 5は欲しい、5は欲しい。ここで大丈夫です。頑張ります、いきましょう。いいよ、どっちも、はいはいはい、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 使います。よし、オッケー、実績よかった。危ない。オッケー、これで4つ目。有言実行ですよ、あともう1個。ちょっとピンチが続いてます。やばい、やばい、中並み。まだ復活がある、復活。4つでした。はい、3枚目でございます。3枚やったら箱根ぐらいまではいけるぞ。3枚あったらそこそこいろんなとこ行きますよ。今台湾だって行きますからね。楽勝だぜ。すいません、危ない。はい、いただきジャーニー1の77枚。もうこんなことやってる場合じゃなかった。ただこの台打っててね、いただきジャーニー単発2回で終わらせたくないですよね。どっちでも当たってほしかったな。まだ学問を収めきれてないみたいやな、俺たちは。うわ、なんかクイズの前兆みたいなこと言い始めた。続いては日本史の問題です。あ、俺日本史めちゃくちゃ得意ですよ。82年、古っ、天正10年のお話です。スペインとポルトガルの王様に、日本の宣教の経済的精神的援助を依頼することを目的に4人の少年が送られて日本から。これを天正慶応少年施設っていう4人が送られる。うわー、なんかあったかもしれない、そんな。それでは問題です。この4人を名前を読み上げていくから、あと1人は誰か答えなさい。わかりました。原、丸、
ルチド、中浦ジュリア、伊藤番所。はい、残りの一人は誰でしょう。関口メンディ。惜しい惜しい。正解は父はミゲル。知るか、そんなそれな、そんな大事その問題、そんなあります、本当に。まだやっぱほら、おされきれてないわ。伊藤マンションってあれですよ、マンション久保田みたいな感じですよね。そうそうそう、ベンツ小林とマンション久保田みたいな感じ。何かを諦めようとしてる、その顔。いや、なんか今日もこんな感じかって。まあそれはね、100枚以下を2回しか取ってないかったらね、なりますわね。はい、4枚目4枚あったらどこ行ける、どこにチャージできる。4枚あったら本当どこでも行けんじゃないですか。なんかないの、あの海外でこういうことしてみたいみたいな。ラスベガス行ってカジノしたい。負けるやん。はやる前から負けること考えるやつおる。そんなカメラマンがマイナス思考だったら負けるわ、そりゃ。ただ俺はね、夢と希望を持ってるんですよ。だから今ちょっと悲観になった、確かに悲観になったけども、前向いてやっぱ打ち続けるしかないわけですからね、僕はスロット打つ限りは。まあでも海外行けるぐらい負けてんだよな、行かなかったんで。対決連取れてないかもしれない。あと1回当たったらちょっとあれやな、何するか考えなあかんな。次単発やったらまあもう打つ理由はないかな。なるほど、いいとこもあんねんけどな、これ。じゃあ出るならですね、相手対決連。そろそろメンコで勝ちたいな。おっ、何も引いとらん。まあ無理だよね。一旦まあ次の当たりを見ましょうかね。とりあえず3個目は。まだ俺たちはやっぱ収穫できてないんかな、こんだけ当たらんとなると。うわー、またクイズ前兆みたいなの出てきた。じゃあ、はいはいはい、天正慶応少年施設の名前、4人全員フルネームで。4人全部名前フルネームで。え、ペンツ小林とマンション久保田と関口ジュメンディと、あともう一人誰だっけ、あ、伊藤マンション。じゃあもうちょっとレベル落とすわ。世界史からの問題です。あ、世界史ね。世界史ローマのお話。あ、ローマはもうちょっと遠く、大時計ローマ帝国の、はいはい、しかも初代皇帝アウグストゥスと呼ばれた人です。あー、アウグスね、アウグストゥスアウグストゥスの本名を今から読み上げるから、最後に入る3文字だけお答えください。でも多分聞いたことあるはずです。ガイウス、ユリウス、カエサル、オクタビー。はい、あと3文字。ガイウス、カエサル、オクタビー、バルス。バルス惜しい。正解はアヌス。アヌスです。はい、読み上げて。俺たちは途中まで言うからちゃんと言ってな。はい、ガイウス、ユリウス、カエサル、オクタビ。あん、さあ、ベル100個。一生の収録はやっぱ流さなきゃいけないっていうのがあるんですけど、流すもんも流せないって話なんでね。いや、ほんと最近思うんですよ、楽しまないと。やっぱラストは何してる時が一番楽しい。いや、なんだろうな、やっぱあの今日の朝みたいに7時45分まで寝てる時とか一番楽しい。なんでしょうね、やっぱ楽しいところから出たくないっていう体が欲求してないんじゃないですか。今日まだ一回も聞いてないで、あの時間現象男の手するなぜよ。そうですね、継続してないですもんね。 あのせっかくお前朝さ体張ってさ遅刻ギャグやったのにさ、あそこからのこれにまだ繋がれてないで今日。だからそれ考えたらあれ聞かないと終われないですよ今日、本当に。ああ、これがパチスロのリアルか。5枚目。そうだろマジで。なんだよ最近の収録。いつもいつも。もう
うちょっとなんとかなるでしょ普通。マッチロック難しいな。ほんと最近ダメだな、いろいろダメだな、ほんとにダメすぎるな。いいよ言うよ、これで楽しいって言ってるやつらおかしいからね頭。こんな6万円前6万円目も入って俺メモで何かしたらつけていくよ。対決ですら金額書いてつけてんねん。はい、ついに5万円台1回も書いてないから。あの1万円で申し訳ないことした。なんで朝のマイクなんかもうちょっと気合い入れてやらんかった。あ、どうもワンゲーム TV で班長石神という番組やってます伊藤マンションです。あ、石神じゃないかいみたいな。そんなやんないですよ伊藤言うてる。こらこらって、しかもあれ4人やないかいみたいな。それ面白い、面白いここだけだからねそれ。そんな面白いここだけだからマジで。じゃあ帰り終わった後やるからやってみましょう、ましょうか。撮っててくださいよ。そしたら誰も聞いてないんだから一人でボケますからね。もうそれくらいしかないよ、もうなんもないんだから。バチスロだって今日もこれまた何も弾けなかったからな。前向きに捉えようや、これ班長じゃなくてよかったよ。ビビたる前向きですよそれは。こんな大きなところにここぐらいですからね。あーパチ、こんなにこんな絵に描いたような負け方あります。200ってなかなかいかんと思ったもんな。俺の歴史にまた1ページ、また1ページ。最後までいかないしね。え、そのままなっちゃうの。 なんで勝手に始まった。残りコインが振動で入っちゃったみたいです、すみませんでした。1609ゲーム、まあ、天井ですねこれほぼ。いただきジャーニーです。あの出るタイミングでここは面白いんで、もう今投資58いってますけど、こっからを楽しむしかないんでね。俺が楽しまなきゃ台も出ないから。さあ対決いきましたね。どっちでレバー叩く？右です。あ、じゃあまずちょっと相手と種目見て、まずは普通に叩いて。はい、まあ、オッケー、じゃあ正解して。はい、ノリオのバドミントンやから。はい、ノリオのバドミントン。はい、やばい。うわー、もうなんか茶色くなってますね。え、いますよ。ほら、中ナビでもできないよ。確かにベル引いてるもんね。おい、全然違う。あ、これはだからリプレイなんですよ。あ、中ナビでも怖くない。でも中ナビでも今ので J パワーじゃないですか。これで G と J が揃ったらグッジョブパワーですよ。GJ。 さあラストか。1がいっぱい揃いましたね。修学旅行なんて行ったことになってないですもんね。これじゃあ学問を収めきらんかったってことやな。やっちまった。対決は取れた。ハマった後は出るんですよ。そう、忘れてた。そういうこと、そういうこと。今13ゲームですね。早っ、多分当たってるわ。やったぜー。
さあ、おはようございます。さあ、よっ。はい、よし。今4ゲームじゃないの？4ゲームでした。しかもベルも引いてた。壊れてるわ、この台。なんか凛之助から来てましたよ、ね、さっき LINE が。俺がクソ負けてるからガット石神は今日めっちゃ勝ってるはずって。ムカついてこれ見せてやろうかと思ったけど、まだ言うのやめました。こっから本当に勝ってやろうと思ったんで。トップオッケー。さあ104ゲーム。おお、これはもう大丈夫です。もう大丈夫、これはもう大丈夫です。もう収穫しなくて大丈夫、もう大丈夫です。もうじゃあ問題いらないね。問題ないです。14ゲームかな。まあ行きます。これはもういただきました。元気はつらつ。ありがとうございます。はい、もう電池がねすごいタイミングで切れたんで音声入ってなかったと思うんですけれども、今日初めての当たりですね。今日初めての当たり、はい、あ120ゲーム今日早いなと思って初当たり。あのスランプグラフまで映しといた方がいい、ゲーム数だけじゃなくて。やめましょうもうやめましょう、そんなことするの。ジャーニー、ちょっと映りズム変えよう。そう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 、そういうのそういうの。ほらほらほら、いいよいいよ。レバーを手のひらで優しく。まあまあいいでしょう。13個。ああ、やばい、悲しみの日帰り旅行が続いてしまうぞ。めちゃくちゃベル頑張ってるのにな。これ30超えないですな。オッケー、33。ブレるだよ、ブレるだよ。変わんないですから。大丈夫大丈夫。オッケー、初めて押せた。いただきジャーニー。よっしゃー、2日目いけたー。いやー、めちゃくちゃ嬉しいなこれ。あれ、もう一個ルーズ持ってたやん。じゃあ 歌が流れてる。ジーパワーでループ取りたいってことや。そういうことですよ。これが G パワー。はい、ここで継続しちゃいますよ。はい、あれ叩きました。やっと、ね、やっと分かりました。チェレさん、時間厳守は男の鉄則。今日あれだ、何時に来ましたか。あ、俺、はい、あ、俺は7時45分集合やったから、はい、7時40分、うん、なるほど。あれ、あ、ガットは7時52分です。さあ、2日目。行きましょう。 GO! 第 G。 唯一なんか修学旅行っぽいじゃないですか、ああいう寺を見るっていうのがね。あ、対決。そうですね。まあじゃあこの先を勝てば OK。 先を勝てば OK。 年功でもいいよ。 OK、 年功でも勝てる。伸びろ。おっと、お願いします。熱い、チャンスアップ抜ける。
さあこれが男の届き、はぁー、つながった。あんだけ続かなかったのがね、やっぱ4巻目までいければまあちょっと楽しめるわけで。さあここまだ続けたい。おっと、こういう風行け、飛ぶだよ。あおい、強い強い、このエフェクトは強い。オッケー、チョッキー早い。あー、やだやだ。オッケー、しょうがない、しょうがないね、ベル引いて負けんのは。勝ちたかったな。オッケー。オッケー。さあ。最終ゲームはエースを取った時点で対決。チャッピー勝ってループ取りましょう。お、ラグビー、ラグビー。オッケー、オッケー。あ。頼む、続いてお願い。知ってた。さあ、いただきジャーニー4セット415枚一番取れた、一番取れた。うさあ、どっちや。あん、そっちか。なかなか厳しい戦いですね、今日は。ヤバタニエンやな。ヤバタニエンの無理茶漬けですね。捨てるか。まあ捨ててもいいと思うけどね。マジでもう移動できる台がなくて、もうこれで終わりです、実戦が。これカメラ4回目やけどさ、はいはいはい、これがリアルです。収録のリアル。一旦入れてみましょう。ケースしろ、俺のメダル。はい、ということでですね、本日朝から番長3打ってまいりました。まあエンディングでなんか話しましょうかね。はい、お疲れ様でした。エンディングですか。逆にもうエンディング撮る必要がないぐらいの感じだったと思うんですけど、ちょっとダメだ本当に。当たらないとパチスロって面白くないんだな。今回の収支をお願いします。投資が58本でした。計算すると2726枚の投資、回収が333枚なので、トータルでマイナスの2393枚でございますと。まあね、まあ、こうやってましたけども、新規臭くなったってね、パチンコパチスロ一期一会ですよ。負けは負け、それは認めます。勝った時にへこんだ分喜べばいいんですよ。汚れが溜まってる状態なんで解放しましょう、そのうち。それがたまたま今日じゃなかったっていうだけでね、まあ、楽しくいきましょう。はい、
まだ良かったよ。カメラ止まったかなと思った今。あかんよ、今日のエンディングは何したって。で最後あれやっときますか。おし、まあいける。絶対やると思った。絶対やると思った。この後、最後待ってますから。伊藤マンションのパフォーマンスが。あれだけ撮っといてくださいよ。はいどうも、ワンニョル TV の伊藤マンションでございます。伊藤マンションライブの話なんですけれども、はい、このところで皆さんお時間ある限り、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。それでは本日も一日皆さんありがとうございました。はい、それではね、メガコンコールのトヨタインターゼンさんの出玉チェックいきたいと思います。はい、で番長3ですね。まずさあ、まあ、僕の台はね、もう言わずもがな、もう 100%6 で、まあ、この横のは5とかなのかな。まあ番長3、僕以外の台全部箱を上使ってるんですよね。なんか全体的に、まあ分かんないけど、別にめちゃくちゃ悪いってわけじゃないのかなとは思います。なんか朝一キズナも結構いい感じにかかってたイメージなんですよ。まあ、この辺とかね、ちょっと固まってる感じしますよね。やっぱバジリスク、キズナ全体的にベースは高そうに感じます。でなんといっても凱旋ですかね。さあメインの凱旋とかはゴッドシリーズなんですけど、この円形の辺、この辺固まってる感じしますね。なんか凱旋とかハーレスの全体的にこんな感じで3台並びとか、なんか出玉ボーンと持ってる感じですね。まあ、凱旋はカードとかもこれ当たり軽いですね。こっちですね、裏側の方もちょっと固まってそうなのと、4000枚ですね。でハーレス、ここも固まってますね。に固まってる感じしますよね。初当たりの感じ。この台も今多分人変わっちゃったんですかね。この辺角付近ずっと固まってますね。でポセイドン、ポセイドンこれ全部強いんじゃないですか、3台の。はい、そんな感じで見てまいりましたけども、まあ出てるところは出てるといった感じです。やっぱメイン系しっかり固まって出てるような感じがしたので、店はすごいお客さんもいるし、今日も活気あふれてます。